おはようございます。波乗り三昧です。2018年6月21日木曜日、ただいまの時間10時ちょうどですね。仙台新港の波情報をお知らせします。波サイズなんですが、昨日から比べると急激にサイズダウンで、胸肩といったところですね。北東寄りのうねりが南防波堤の脇にも入っていて、ライド可能な状況ですね。天気は曇り、お昼ごろから晴れるという予報が出てますね。風は東寄りの弱い東寄りの風ですね。オフショアは吹いていません。人数は50名弱といったところですか。そうですね。波質なんですが、上級者中級者なら十分遊べる波が入っていますが、思いがけずオフショアではなくオンショアなので、思ったほど良くないかなと思うんですが、十分遊べる波は入っていますね。ですね。昨日通過していた低気圧が通過して、吹き込み、低気圧に向かうオフショアと思っていたのですが、次の低気圧がもう後から続いてきている状態で、そこからのオンショア東寄りの風が吹いているようで、いまいちといった感じですね。オフショアが吹いてくれればもうちょっと面が綺麗で、乗り継げる波もあるのかなと思うんですが、中級者でもゲットできるような状況なので遊ぶにはいいのかなっていう感じですね。おはようございます。ご視聴ありがとうございました。おかげさまでチャンネル登録
者900名を超えることができました、1000名を目指しています。まだチャンネル登録されてない方、何卒よろしくお願いします。一回ここで、動画を切らしていただいて、今日は少し、大きめな波でライド取れそうなので、この後に編集して、大きめな波のライドをつけたいと思っています。それではご視聴ありがとうございました。